そっちにする？お姉ちゃんの方にする？はい、ショッピングセンターに来ました。ね、あの公園に行く時もあれば、ショッピングセンターで子供を、まあ、遊ばせたり、まあ、私はショッピング買い物したりすることもあります。平日の方が人が少ないので、結構空いてるのでショッピングしやすいです。今から娘のフォークを買いに行こうかなと。なんかね、最近やっとフォークを使うようになったんですけど、なんだろう、プラスチックっぽいやつなので、あまり刺さりにくそうなので、なんか良さそうなものがあればと思って今日は来ました。まず向かうのは K マートというところですね。着きました。中入ってみます。 K マート、日本でいうとどんなところなんだろう。あんまなんかこういうの日本でないかも。何でも雑貨とか売ってたり、家の用品も売ってたり、子供の服やグッズも売ってるし、ちょっとした電化製品も売ってたりする面白いお店です。シャブイとしてまだ若い子向け あるけど、ここもプラスチックだな。あの日本で売ってるような金属のやつないのかな。なんかいいダイソーじゃなくてミニソー、なんかメイソーって書いてるけど、雑貨屋さん、ダイソーっぽくはない、ないではなくてミニって感じ。このショッピングセンターは珍しくて、IKEA がショッピングセンターの中にあります。でサイズ感もこの正直大きいです。ここはショッピングセンターの中にあるからってちっちゃいわけじゃなくて、本当にがっつり IKEA なんです。ここすごい便利です。では行ってみたいと思います。 IKEA 来ました。おなじみの風景けど、プラスチックだな。はい、次ターゲットに来ました。ここでも見てみましょう。あ、見つけた。シルバーのこっちにもあるけど、これもこんなもんかな。刺さりにくそうな気するけど、そっちにする？お姉ちゃんの方にする？それでいい？女性買おうか。結局これが気に入って、これを買うことにします。ぶつかってるやん。今日もご視聴ありがとうございました。またこんな感じでオーストラリアの日常をお届けします。